いわき市の漁港です。まもなく処理水の放出が始まりますが、いつも通りの競りが行われています。いわき市の沼の内漁港では福島沖で取れたヒラメやホッキ貝などの競りが行われました。一方、同じいわき市の四倉漁港では処理水の放出を前に漁業者は風評への懸念に直面しています。基本的には処理水ね、流してもらったら困んだけども、やるしかないでしょ、決まったことだから。手近な人たちが理解を、ね、得られたなって、どこで理解を得たんだか我々には、ね、漁民には分かんない、うん、沿岸の漁業は今本格操業への移行途中ですが、水揚げは震災前の2割までしか戻っていません。